日本人にとって、あまりにとんでもないデマだ。現在、ネット上では、アメリカの黒人女性の YouTuber、ターシャ K、ターシャ K、氏の発言をもとに、日本人女性を妊娠させた黒人男性に政府から1000万円が支払われる、という趣旨のデマが流れている。 写真、薬物中毒、性感染症のデマを流されたアーティストことの発端は、5月11日にターシャ氏が自身の YouTube チャンネル、UNWINEWITHTASHAK で行ったライブ配信です。ターシャ氏は、国際ニュースをお伝えしますと話し始めると、黒人男性の皆さん、日本はあなたたちを必要としていますと語り出しました。ターシャ氏の主張の容姿は、 韓国や日本は深刻な少子化問題に悩まされており子供を作った場合韓国では7万5千ドル約1 0万円が支給され日本も日本人女性と子供を作ってくれる移民黒人男性を必要としているというものでしたしかし韓国の少子化対策はある企業が発表したもので政府が実施しているものではありませんし 当然日本政府が少子化対策のために黒人男性の移民を募集しているなんてこともありません。とんでもない話です、社会部記者。だが、ターシャ氏のデマ発言を切り取った動画が TikTok や X などの SNS 上で拡散している。これを見た日本人からターシャ氏のもとに苦情が殺到したようです。今度は,は